宇治田正造1月3日から1989年6月11日は日本の政治家、元和歌山市長。長男は県議会議員で2006年の市長選に立候補して落選した宇治田映像。旧姓和歌山県立改装中学校、立命館大学卒業。市長としての長年の功績により、1986年に 和歌山市名誉市民として選ばれ、2003年には偉人検証が行われている。空手の資本免許を持っており、空手市長としても有名であった。和歌山県海藻郡港村で、宇治田松造の次男として生まれる。和歌山県立海藻中学校を経て、立命館大学法文学部経済学科を卒業後、1946年から拳部館空手道場を経営する。 1951年4月に和歌山市議会議員に当選し、1959年4月には和歌山県議会議員に選出される。県議会議員在職中は総務委員長や所属会派の自民クラブ副幹事長などを歴任。高垣義和市長の死去に伴う和歌山市長選挙に出馬するため、1966年6月に県議会議員を辞職。 和歌山市長選では自由民主党の公認を受けて当選を果たした。50万和歌山市の建設を目標とした長期総合開発計画を策定し、市政の発展に尽力した。また、自由民主党和歌山県連の副支部長として、党務にも活躍。1986年6月の市長選では6、千を目指して立候補し、当選が確実視されていたが、 当時41歳の旅田,田拓層に敗れた。同年、和歌山市名誉市民の称号を受けた。1989年6月11日午前11時32分、急性心不全のため、和歌山市導入の西和歌山病院で死去。72歳を打つ。生前の功績により、14位に除せられた。ありがとうございます。